はい、おはようございます。沖縄おばばです。えっとですね、えー、なんか、FOX ニュースでね、トラさん復活宣言がありましたね。えー、これからいろんなことがどんどん出てくると思います。はい、えー、もう、もう我慢の限界というところでしょうね、トラさん。そして、私は思ったんですけど、まあ、昨日のね、あの、バイさんの動画に、あの、いろんなケチをつけてくる人がいろいろいたんですけど、あれですよね、あの、ああいった動画が出る、その理由を私はね、 皆さんにこうお尋ねしてたんですけどまああれですよねこの寅さんが宣言したことで、えー、分かりましたよねそういうことなんですよあのバイさんの動画多分寅さん側がアップしたのかなまあもしくは寅、えー、さんの支持者がアップしてますねえー、これね興味深いことでまあ何て言うのバイさん以前の人たちですね トラさんとか、オバ・オバマさんとか、あとね、そういう人たちは、こういった動画出されたことないんですよ、はっきり言って。そうなんですよね。こういう動画、まあ、ね、飛行機から落ちる動画とか、まあ、パロディの動画は、各大統領いろいろ出されてますけど、こういう動画って本当にないんですよ。バイスさんが、まあ、有志以来初めてというかね、そういう感じなんですよ。 本当に興味深いですよね。早くまあトラさんが有言実行されてほしいと思います。はい、えー、まあ何もはないとは思いますけど、どんどん変わっていくと思います。あのこのまま進んでいくんじゃないかなと思います。で、クラスもあのかなりねアメリカの方ではあの進んできましたね。緊急放送ももしかしたらあの緊急放送っていう形じゃなくてね、えー、各テレビ局があのー、なていうのかな特集として組むみたいな。 そういう形で報道があるかもしれませんね。はい。そして、えー、ね、さら、げさらはもう、待望です。えー、早く、こう、世界のね、貧困とかをなくしてほしいです,ですね。はい。えー、今日の朝の、まあ、感想みたいな動画になっちゃいましたけど、またね、えー、夜に、えー、いろいろアップして、今日は明日がね、お休みなので、夜更かし、多少できるのでね、えー、どうぞ。 今日は楽しみに待っててください。はい、それではまた沖縄ばばでした。はい。